はい、こんにちは。今日ね、これ作りますね。1個0.03円。100均でね、これ100枚。練習用半紙。これはね、100枚100円で売ってますよね。1枚1円です。1枚が。なので、これ1センチ幅に切っていきますのでね、33枚取れます。なので、1円でこれが33個できる ということになりますのでね、0.03円でできるおもちゃ、これの作り方やります。よ、ごめんなさいね。ですね、まずですね、見えるかな、ここを約1センチ幅、約でいいんですけどね、1センチ幅で、こう切っていきます。本当は長い状況があるといいんですけどね。よっ、はい、これで1センチ幅で切りました。で、まずはこれを真ん中で折って、それで、で、真ん中からこういうふうにキュッ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 、こう折っていくだけ、こう折っていくだけです。そうで、これを一応切って、ちょっとだけね、これをちょっとこう開いて、こうひねって、こうひねる、ちょっとこうひねる。そうで、これを飛ばします。これ持って上に、ごめんなさいよ、こう投げる。ほら、面白い 面白い。これを例えば高いところから、ベランダから投げて、ちゃんと後で拾ってくださいね。拾えば結構ね、風、こうなんか上昇っていうか、ビル風みたいで、うわーって上に上がっていく時もある。でも、あと回収、できる範囲でやってほしいんですけど、すごい面白いですよね。あとはこれを、例えばこういう蛍光灯のこういうとこにこう乗っけて、たくさん乗っけて、で、輪ゴムでこう打つ。で、輪ゴムがこれにパーンって当たると落ちてくっていう こういう遊びもできる。あとはね、例えばここに画用紙でちょっと鍵みたいのをつけて、で、こう輪ゴムで打ってこう飛ばすっていう、そういう遊びもできるっていう、なんかいろいろなこの遊びを 工夫してやるとね、結構面白いんじゃないかっていう、ぜひとも一度やってみてください 怪我しないようにね、カッター使うので、怪我しないようにやってみてください。以上です。